皆さんこんばんは、さとみです。ベルと魔法の、じゃないや、お菓子の家か、をやっていくんですが、すいません、逃げながらやっております、現在。なんかそこに斧あったから、それ取りたいんだけど。斧。握った斧の絵が光を放っている。OK。よし。斧1個持ってたら、24。こいつは、殺せばいいのか、これ。よし、OK。やばい。あと10秒しかない。どこ行った？いた。やばい。もうこれは、魔女の勝ちだな。あと3秒しかないけど、見つけらんない。いた、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 くそ、限界か。やだ。丸がれって。やめて、怖かったらやだ。なんだ、びっくりした。怖い絵が出るのかと思った。でも、やり方わかったんで、やれると思います、こっからね。で、こう開ければいいんですね。やばい。やばい、やばい、やばい。やばい、挟み撃ちされた。死んじゃった。もうちょっと、タイミング見てやるか。でも、あれで斧取って、倒せばいいんですね。ベルじゃなかった。ベルじゃない、ベルじゃない、魔女。やばい、やばい、やばい、やばい。これで。やばい、やばい、待って。もうちょっと逃げ回ってチャンス見て開けとこう。ダメだ。もう、何？ハサミ撃ちっていうの？袋叩きっていうの？ダメだ。痛い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 。多分ここから、ここに。よし。危ない。危ない。危ない、危ない、危ない。危ないよー。やばい、いる。やだ。怖い、怖い、怖い。痛いんだよ、もうこいつ。強いからさ。よしよしよし。斧、斧。よし。これで。形勢逆転だー。あと30秒あるし。よし。袋叩き。あれ。よし。あと何人？あと3人？ 5 人ぐらいいたような気がするんだけど。いたいた。よし。あと1人かな。よし、どう？どう？よしよしよし、いったいった。どう？どうだ？勝ったよ。私のことはあっさり殺すのね、ハンス。マルガレーテ、お前を脅かすつもりはない。だが、今の俺には、それ以外の方法がないような気もしてるんだ。頼む。俺にお前を殺させないでくれ。無理よ、きっと。私を止めようと思っているなら、きっと他に方法はないわ。何？マルガレーテ。記憶しよう。怖い。あれ？これ何？テーブル？長いですね。食べましょう、ハンス。きっと気に入るわ。やだ、ベルとか。やだ、ベルかもしれない。だってさっき殺されたっぽいもん。銀の黒牛が置かれている。料理が用意されているようだ。蓋を開けますか？開ける。どうしよう。ベルかも。ベルだー、やっぱり。人の栗色の髪。雪のように白い肌。まぶたが閉じていて、瞳の色は見えないが、その髪型には見覚えがある。めっちゃ可愛いじゃん、ベル。ベル。やられた。助けられなかった。マルガレーテを止めることができなかった。
ああ、どう？気に入った？ナイフを用意してあるでしょ？好きなところから切り取って食べるといいわ。生でも顔は美しいのよ、ハンス。美味しいか、美しいじゃなくて。すまない。どうしたの、ハンス。10日間お前を一人にした。考えてみれば、母さんが死んで20年、俺は一日だってお前を一人にしたことはなかった。孤独と恐怖が7日目に呪いを、俺はそれを知っていたのに、お前を一人にしてしまった。お前を魔女にしたのは俺の過失だ。何を言っているの？意味がわからないわ。え、ああ、殺しちゃった？やられた。うわあ、バッドエンドだ、絶対。マルガレーテ。20年前のあの日、俺を焼くためにかまどで火を焚く母さんの背中を見ながら、それでも俺はまだ愛されたいと願っていた。いつか俺を食べたいなどと、のたまうような妹でも、俺にとってはたった一人の妹だった。何、怖い。ああ、俺が生まれなければよかった。俺がいなければ、母さんは娘に殺されることもなかった。俺がいなければ、マルガレーテが母親を殺すこともなかった。すべて俺のせいだったんだ。ああ、すまない、ベル。ああ、ああ、終わったー。え、やだ、自分で死ぬなんて。ああ、ああ、ああ、終わっちゃった。嘘ー。ああ、すいませんでした。これ絶対バッドエンドだ。ああ。ベルも助けられず、誰一人助けられず、自分も死んで、娘じゃないや、妹も殺して終わってしまいました。多分どっかでミスったんじゃないかなと思いますね。逃げる前ですね。きっと、なんかどっかで違ったんだろうな。一応ですね、トゥルーエンドを目指して、もう一回、ちょっとやってみますが、ネタバレにならないようにですね、分岐点とかいろいろ試して、ここがトゥルーエンドになる条件だみたいなやつは動画に載せないようにしようかなと思います。はい。いろいろ試してみて、会話の内容とかいろいろ変わったらですね、ちょっとやってみようかなって感じですね。そうだな。このベルとお菓子の家。ですね。実況は、とりあえず1周目は終わりという感じにしていきます。あ、ジグルさんですね。ありがとうございます。まさかの展開でびっくりしちゃったし、怖かった。ものすごく怖かった。もう、やだ。あー、やっぱり2人とも死んだ。あ、でも手繋いで死んでる。エンドさん心中。うわー、やだー。エンド1位目だぞ。多分それがトゥルーエンドだから、多分ね。あー、じゃあ、ですね。これ、1周目はここで終わりたいと思います。それで、いろいろセーブしてるから、このセーブ履歴をたどって、こっからですね、1からどんどんたどって、まあ、いろいろ試しながらやっていこうかなと思いますので、1周目はここで終わりです。あ、怖い。2周目からですね、やっていくっていうか、2周目もまた続きでやっていくので、そちらもどうぞよろしくお願いします。はい、ちょっと短いですけど、ご視聴ありがとうございました。さとみでした。